皆さんこんにちは。カインデストクラブパーソナリティの小野です。今回はこれだけは押さえておきたい離乳食の基本調理3つをご紹介したいと思います。離乳食を作るときは大人の調理ではなかなか使わないようなテクニックが出てきます。今回は離乳食を作る前に知っておいてもらいたい離乳食初期によく使う3つをご紹介したいと思います。よく洗ったほうれん草です。ほうれん草の柔らかい部分の葉先だけを使います。他の部分は切り落とします。先ほど切った葉先を入れます。ほうれん草を茹でます。茹だったらほうれん草を取り出します。細かく刻みます。こし器でこします。準備してほうれん草の出来上がりです。ほうれん草を茹でてすりつぶすのは大変だと思いますので、こういった商品をご利用いただくといいです。こちらはカインデストの小松菜のピューレです。形状も滑らかでペースト状になっております。かぼちゃをすりつぶします。電子レンジかお鍋で柔らかく煮ておきます。柔らかさの程度は用事が刺さって抜けるぐらいです。柔らかく煮たかぼちゃをすりつぶします。上の柔らかい部分だけスプーンですり鉢ですりつぶします。かぼちゃがパサパサしてるなと感じた場合はお湯をすくって伸ばしてください。滑らかな形状にします。すり鉢がない方はスプーンとボウルで潰すことができます。柔らかい部分だけを切ってボウルの中に入れて潰していきます。パサパサしているので少しお湯で伸ばします。柔らかさはこのぐらいです。人参など硬いものを潰す場合は大変なので、ベビーフードを使うと便利です。こちらは人参のピューレです。
冷凍したほうれん草とおろし金です。柔らかい葉先だけをすりおろします。このぐらいの柔らかさです。前半では3つをご紹介させていただきました。次の動画では潰す、とろみをつけるといったテクニックをご紹介します。引き続きご覧ください。そして最後に動画がいいなと思っていただきましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。また備考欄に LINE アットの URL が記載しておりますのでそちらも合わせてご登録ください。では最後までありがとうございました。また。